勝海舟ってどんな人？勝海舟は幕末から明治時代にかけて活躍した日本の志士、軍人であり有名な人物です。非常に勇敢でリーダーシップがあり、多くの分野で才能を発揮しました。薩摩藩の出身でありながら尊王攘夷の志士たちとも連携し、幕府の海軍整備に尽力しました。外交交渉や国防の重要性を説き、日本の近代化に大きく貢献しました。そのため日本の歴史において重要な人物とされています。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。